皆さんこんにちは。今日はもう今やすっかりサブカルの聖地として世界に名を馳せている秋葉原にやってまいりました。僕ぐらいの世代だとやっぱり秋葉原ってまだまだ電気街のイメージなんですが、いろんなお店見てみても今はもう本当にサブカルのお店が多いですね。で、今日の献血なんてどうはその秋葉原にあります秋葉 F 献血ルームに行ってみたいと思います。どうやらこのルームコンセプトが宇宙船ということなので、一体どんな内装なのかすごく楽しみです。僕が前に秋葉原のルームに来たのはもう多分20年ぐらい前なので、今の位置に変わる前の古いルームだったのですが、今回どんなルームになっているのか早速行ってみたいと思います。
というわけで無事に345回目の献血が終了いたしました。東京は秋葉原にあります秋葉 F 献血ルーム、ご覧になっていかがだったでしょうか。宇宙船をイメージしているということで、色合い的には白を基調としていて、清潔感がある中に真ん中にそびえ立つあの円形のオブジェであるとか、その中や壁際などの至るところに置かれているポスターとかチラシ、サブカル系のですね、ポスターとかチラシなど、あ、なるほど秋葉原だなということを強く印象に持ちました。それから例えば照明はですね、なんかほぼ間接照明で、色合いは白を基調としているんだけれども少し明るさを落とした感じでちょっとかっこいいっていう印象もありますね。ベッド数も相当多いと思いますし、特に成分のベッドがかなり多いというところも、こういう街中にあって献血者が多いルームでは相当好印象だろうというふうに思います。秋葉原の駅から何せ徒歩1分ぐらいということの絶好の立地ですので、サブカル系のグッズを求めて、もしくは家電などを求めて秋葉原に来られた際にぜひ献血してみてはいかがでしょうか。最後になりますが、今回撮影にあたってわざわざ本部まで許可を取っていただく連絡をしてくださったスタッフの皆さん、この場を借りてお礼を申し上げます。どうも本当にありがとうございました。それでは皆さんも献血なんてどう？